ベネッセグループの株式会社東京個別、指導学院が運営する、年中から小学生向けの理科実験教室、関連教室に、ベネッセ文章表現教室がある。小学生向けのオプションとして、ロボットプログラミング講座も運営している。また、下季及び冬季には、オプション講座も実施している。東京東京神奈川神奈川東京講義には、児童が16名参加する。 児童は4人1組で各机に集まり、各机にはアシスタント講師が1名サポートにつく。1講義は小学生が2時間、回、月、幼児が1時間、2回、月となっている。メインの講師が授業をリードし、児童が自ら仮説、検証、考察を行う。基本的に実験器具は一人一つ対応される。通常の実習。 年中から小学6年生対象。年中、年長は月2回、各1時間。小学生は月1回、2時間。何らかの事情で、当月中に通常実習を受講できなかった児童が、別月に該当実習を受ける授業。実習時間は通常を実習より短い。書きオプション実習、登記オプション実習、ロボットプログラミング講座入会を検討する者が、 体験として実習に臨む授業。通常実習に体験を希望する児童が混ざる場合と、体験生のみの授業が祝祭日に設定される場合とがある。ありがとうございます。